前田桜ナスは沖縄県ギノザ村出身の女子野球選手。女子公式クラブチームの阪神タイガースウィメン所属。外野手。2015年から2019年までは日本女子プロ野球機構に所属する女子プロ野球選手としてもプレーしていた。小学校3年生の時から軟式野球を始めギノザ中学校時代も活躍した。高校は 鹿児島県の上村学園高等学校に入学し、公式野球部の選手として活躍した。身長が150センチメートルで不安になったこともあったが、当時の監督からプロ野球を変えてこいと言われ、2014年8月に日本女子プロ野球リーグの関西地区の入団テストに挑戦。その後合格。2015年に東北レーアに入団。 2017年に京都フローラ、2018年に埼玉アストライヤを経て、2019年にシーズン途中に愛知リオーネに移籍した。2019年11月1日、今季限りで女子プロ野球リーグを退団することが発表された。2020年シーズンから兵庫県三田市を本拠地とする兵庫ブルーサンダーズ女子公式野球チームに加入。 背番号は33。2021年は、同年から主導する女子、公式クラブチーム阪神タイガースウィメンに入団することが発表された。ニックネームは、身長150センチメートルと、小柄な体格から、小さな巨人で、同じく小柄な選手である、メジャーリーガーのホセアルトゥーベに憧れている。レーア・アストライア時代にチームメイトだった南とは、仲が良く、前田とは、 対照的に南は身長 173cm と長身のためデコボココンビと呼ばれている。ABC 高橋洋平。女子プロ野球レア W 春が最終戦で勝利導く。日韓スポーツ。 https://www.niktansports.com スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ1716231ドット HTML2021 年10月3日閲覧。平安大地。女子プロ野球入団へ、ギノザ出身、前田桜ナス。琉球新報。 h t t p s r y u k y u s h i m p o j p ラ o t o p r e n t r y 2 4 0 0 9 7 7 h t m l 2 0 2 1年10月3日閲覧。関西地区の入団テスト合格内定者決定。日本女子プロ野球リーグ。 https://www.jwbl.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ ID スラッシュ24172021年10月3日閲覧大量対談の女子プロ野球埼玉からは13人も全選手一覧スポーツ放置 https 放置ニュースアーティクルズ 2019万11 1101オート 1T5 万 200HTML2021 年10月3日閲覧2020年女子野球チーム新入団選手のお知らせ兵庫ブルーサンダーズオリジナルの2021年1月23日時点におけるアーカイブ http://web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20210123211203スラッシュ https hbs.sd-esp.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ4951スラッシュ2021年10月3日閲覧。阪神タイガースウィメンの創設メンバー発表。W ハイヨンド出場の三浦伊織ガイアシュラ人。 スポーツニッポン、https, www, スパニッキー COJP、ベースボール、ニュース、2020、12、13、記事、2020万1213、s0001000372000、Chtml2021 年10月3日、閲覧。ありがとうございます。